ため、日ごと国土省の禁止となっております。また、本州分断島上陸地と判断地について、長崎市上流サミタ、鹿島、ルイン桟橋、利用運航地に従い、弊社運航規模の月、気象開始の情報を関して上陸の可能性を決定します。なお、この日の気象暮らしの条件によっては、校内及び鹿島、ルイン桟橋付近がお題が以外でも、分断島の上陸できない場合があります。軍艦島上陸コースへ試行し、上陸ができない場合は、軍艦島周囲コースに行われます。なお、気象開始の状況次第では、発進しかできない場合もあります。軍艦島の取材は不透明に面しているため、上陸施設が困難な場所です。その状況を十分にご理解いただきますよう、河川にお願い申し上げます。軍艦島上陸後、気象開始の状況を急変した場合、救急工事が発生した場合、台風その他の理由で建物が崩壊し、施設を見学できない場合など、上陸見学途中でも、鹿島見学施設危機管理命令に従い、緊急施行する場合があります。その際、自動機の返金はありません。なお、軍艦島上陸を先行し、周囲コースに変更になった場合は、所定の影響を返金いたします。ただし、受付期限は、乗船日当日夕方の5時までになります。それ以降の返金はできますので、ご注意ください。また、見学中、サコードルコールでも危険な行為、他人に免疫だるような行為、施設を破壊、予防するを絶対にしてあげてください。島内で飲酒規制も禁止となっております。軍艦島島内では必ず安全維持の指示となってください。なお、見学中の不注意や請求犯により、その損害については、弊社及び長崎市は一切の責任を負いません。天候相談理由で緊急施行する場合が行われます。この場合は、新しい見学を中止して、安全維持の指示を持ってください。また、上陸の際、最終乗り方は船内対応できます。最後に、お客様には安全に有意義に上陸、見学できますように、相互不良精神でお願いします。また、出川町所まで上陸してください。現在、本線の進行方向にご覧いただきましたが、鹿島通称軍艦島です。この島姿が大正時代に建造されていた戦艦ポソの姿を見ているところから通称軍艦島として広く知られています。この軍艦島は高島と同様に海底炭鉱の島で、明治23年三菱石炭工業、現在の三菱マテレで経営され、主に一旦禁止に取材する官営八田製鉄所の建設用の原料炭として供給していた海底炭鉱の島です。この島の全盛期である昭和30年代の頃には人口約5300人ほど住んでおり、当時の東京の人口密度の約9倍といった日本一の人口密度だった島です。島の大きさは全長南北方向に480メートル、幅東西方向に160メートル、海抜47メートル、島の周囲は約1200メートルの島で、当時は安全な島と決まっておりました。しかしながら、昭和30年代後半からのエネルギー革命、石炭から石油へとエネルギーが変化していく中で、昭和49年1月15日の閉山となっております。同年、仕事の機会に現在無人島の島です。